今日はエンゼルフィッシュです。目はシールを使いました。それから口はハサミを入れてお口にしました。それでは折っていきます。15×15 センチの紙です。まず三角形に折ります。もう一度折ります。で、これを角を中心に持っていきます。こちらの角も中心に持っていきます。で、一度これを下げて、この真ん中の線に折り筋をつける感じで折ります。で、この線に角を合わせます。で、次にこの線角はこの真ん中よりもちょっと下ですね。ここに持っていきます。で、裏に返します。今度はここがこう合うような、で、この角まで、で折ります。もう一度今度こちらもここの角が合うようにして、もう一度今度はこちらも広げます。はい、もうこれでお魚ができました。シールを貼って目を描いてください。それでは、こういうお口を入れ作りたかったらハサミでここを切ります。こういうエンゼルフィッシュになりました。ご視聴していただいてありがとうございました。